こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回はワークショップ嬉野茶でオリジナル商品を作ろうの話題、休日会長のお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。2月14日金曜日、嬉野茶交流館茶を知るで、東京でフレーバー日本茶専門店を営んでいるフランス人のステファン・ダントンさんを講師に招いて、ワークショップ嬉野茶でオリジナル商品を作ろうが行われました。これは嬉野茶の魅力、価値を再発見してもらい、求められている商品を作ろうと行われたものです。嬉野に来られた方をもてなすお茶を作るグループと、県外に向けて PR するお茶を作るグループに分かれて行われました。ステファンさんはストーリーがある商品を作ろうと話され、嬉野茶の選び方やパッケージの工夫などアドバイスされました。綺麗じゃん、色の組み合わせできるんだよ、ね、そして街もあるんですよ。このパッケージ街がある、街があるというのは立ってるんだよ。これペタンコじゃなくていいんだよ、これで出せるから。またテーブルにはいろいろな発想をしてもらおうと、嬉野茶をはじめ玄米茶、乾燥させたごぼうや昆布、香辛料の八角、シナモンなど、さまざまな材料が並びました。皆さんお茶を飲み比べたり香りを嗅いだりと真剣に取り組んでいました。どうだこうだじゃなくて、ね、間を取る人間が多いすぎじゃなくて、うん、例えば晩茶を見せたらいいじゃん。うちの子ですね、まあ、お茶としてやるのは晩茶と釜入りとここの蒸し製ですよって出されたら、お客さんがこれが目に焼いたもんだから、いやこれは全然違うじゃん、艶があるんだよ、綺麗じゃんってわかる。今後も嬉野茶を使った商品開発を行っていく予定だということです。いいですか、こんにちは。市民課から窓口の休日会長のお知らせです。住所変更手続きが集中する年度末の窓口の混雑緩和と、平日の時間内に来庁できない方にご利用していただくため、臨時で窓口業務を行います。開庁日は3月28日土曜日、3月29日日曜日の2日間で、開庁時間は午前8時30分から正午までです。開庁受付窓口は嬉野市役所塩田庁舎市民課、嬉野庁舎市民課です。取扱業務は1転入、転居、転出など住所変更の届け出、2婚姻、出生、死亡など戸籍の届け出に関すること、3戸籍謄本及び証本、住民票、印鑑登録証明書など証明書の交付請求、4パスポートの受け取りです。パスポートの申請はできません。戸籍謄本や住民票などの請求の際には、窓口に来られた方の運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。写真がないものであれば、健康保険証と年金手帳など2つの証明書が必要になります。3月28日土曜日はマイナンバーカード交付申請受付も行います。なお、マイナンバーカードの交付申請の際は、写真付きの証明書があっても、もう1点健康保険証など確認書類が必要です。以上、市民課より休日会長のお知らせでした。環境下水道課から指定ごみ袋等の料金改定についてお知らせします。嬉野市では現在お使いいただいているごみ袋の料金、
粗大ごみのごみ中継基地への持ち込み手数料、粗大ごみの臨時収集手数料及び粗大ごみステッカー料金が令和2年4月1日からご覧の通り変更されます。変更前に購入いただいたごみ袋及びステッカーは4月1日以降もそのままご利用いただけます。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは司法3月号をご覧ください。環境下水道課からお知らせしました。マイナンバーカードを作りたいけど写真を用意するのが難しかったり、手続きが面倒だと思って先延ばしにされている方にお知らせです。現在市民課窓口にて無料の写真撮影サービスを行っております。ご自身で写真撮影が困難な方や職員に相談しながら申請をされたい方はぜひご利用ください。実施時間は平日午前8時30分から午後5時までです。ご用意いただくものは1、通知カード、紛失されている場合紛失届を提出いただきます。2、個人番号カード交付申請書、通知カードに付随している申請書です。お持ちでない場合は市民課で再発行できます。3、本人確認書類、 A から2点または A、B から各1点ずつ必要です。 B の書類しかお持ちでない場合は後日送付する照会回答書をマイナンバーカード受け取りの際お持ちいただく必要があります。4、印鑑、なお紛失の際を除きカード申請手数料は無料です。この機会にマイナンバーの通知カードから顔写真付きのマイナンバーカードへの切り替えをお願いします。以上、市民課からのお知らせでした。この季節はインフルエンザなどの感染症が流行する時期です。また今期は新型コロナウイルスによる肺炎の発生も確認されています。感染症から身を守るためには何といってもまずは手洗いを念入りに行うことが大切です。ここからは実際に正しい手洗い方法を映像とともにお送りします。手洗いの方法についてです。まず腕時計や指輪を外し、手首までしっかり洗えるよう袖口を調整します。次に水で手を濡らし、手洗い石鹸をつけ、手のひらでしっかりと泡立て、手のひらをよくこすります。手の甲を交互にこすり、指の間をこすります。片方の手のひらに指先、爪を当ててよくこすります。反対側も同じように行います。親指の周りをねじるようにこすります。最後に手首を交互にこすり、水で十分に洗い流します。清潔なタオルで水分をしっかり拭き取りましょう。この方法で最低でも30秒以上かけて手洗いを行いましょう。私たちの手には見えない細菌やウイルスがたくさんついていますので、しっかり手を洗って感染症を予防しましょう。アルコールで消毒する、マスクを着用することも感染症予防に有効です。新型コロナウイルスによる肺炎の心配がある方は、紀藤保健福祉事務所電話0954-22-2104までご相談ください。また、不要不急の外出や人混みを避け、
体調に気をつけて過ごしましょう。健康づくり課からお知らせいたします。3月は自殺対策強化月間です。自殺は誰にでも起こり得る命の危機です。大切な人の命を守るために身近にいるあなたにもできる自殺予防があります。キーワードは気づく、傾聴する、つなぐ、見守るです。気づく、眠れていない、食欲がない、イライラしているなど、いつもと違うと思ったら声をかけてみましょう。傾聴する、本人の気持ちを尊重して悩みをじっくり聞きましょう。つなぐ、専門の相談機関などにつなぎましょう。見守る、心の悩みはすぐに良くなるわけではありませんので、温かく見守りましょう。嬉野市では心の体温計というメンタルヘルスチェックシステムを導入しています。パソコンや携帯電話から簡単にチェックできますので、ぜひご利用ください。嬉野市心の体温計で検索していただくか、嬉野市のトップページのバナーからもご利用できます。一人で悩みを抱え込まないで、まずは相談してください。内容に合わせて相談窓口をご紹介いたします。以上、健康づくり課からのお知らせでした。3月の在宅当番医はご覧の通りです。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？引き続き体調管理には十分気をつけてお過ごしください。それでは次回もお楽しみに。